スペシャルということでね、どうも本当にすいません、ご無沙汰して9年ぶりらしいですね。すいません、僕ねこの間打ち合わせでどっちかがなくなったもんだと思い込んでて申し訳ない。いるんですよ。まだいるんですよね。今日もまた可愛らしい。なんで笑うんだよ。いやこれ笑いこらえの大変ですよ。ずいぶん地味な感じ。なんでこのオブチョイスしたんだろうとか。この人の隣にいつもね、はい、テレビ見た人が具合悪かったのって言うんですよ。元気ですから。ちょっと今日は、よろしくお願いいたします。今日は初めての方もたくさんいらっしゃって、まあ、この二人は、はい、考えたら末よね、おにゃんこクラブから秋元君やもんね。そうです、25年前です。セラウコ脱がさないで、はい、それで今痛かった、痛かったよな。メンバー変えてボロ儲けしてきてからですか。いくら稼いだんだろう秋元さん。まあ、あの脂肪からいくとだいぶいてますよ。AKB はおにゃんこは知ってんの？はい、もちろん知らんした。でも生まれてないよね。生まれてる？じゃあ25年前やから生まれてないに決まってるやんか。今日君ら初め初めての出演やけどね、いくつ？19です。18です。18、生まれてないやろ完全に。あ、でも一応セーラー服を脱がせないでとか知ってるんだ。はい、多分親が。ああ、親、そうね、そう、親が絶対そうやて。親の年代やろ、親が憧れてた。私が24の時に産んでいたら18、19。さあ、もうまさにそうだ。はい、うわー、すごい。どう思う、こういう先輩を見て。25年後どう？25年後いらっしゃい。大先輩ですね。50年後振らない、ごめんなさい。考えたら18、まあ、星野さんも小倉優子ちゃんもね、うん、その時代があったわけですから。 ありましたね。そんな会話になんねんな。俺らはもうずっと長いこと司会やらせてもらってるから、君らの16だ17だ18だ知ってるわけやから、うん、こっちもそうやね、うん、一緒に仕事してたんですから、うん、不思議なもんやよね、うん、やっぱ若いなと思うんだ、星野見てて。思いますよ。だって10代っていうだけで響きがもう違うじゃないですか。ああ、20代後半とね。いや、もう30代全然、もう私33なんで。33ですよ。33です。そのリボンはあかんやろ。なあ、そう、頑張ってるんです。味噌汁リボン、はい、味噌汁リボンつけて頑張ってます。若い時つけたら可愛らしい。今ティッシュにしか見えない。そして、こちら内山里奈さんが、初めての出演で、はい、里奈さんおいくつになられたんですか？28です。まだ、はい、里奈さんってもっと長いこといるような感じやよね。そうですね。俺吉行さんと同期ぐらいと思ってました。いや、古いよ。いくつから出てんの？16ですね。一緒に出たの？そうなんです、16歳の時に。可愛がってあげたね。うん、楽屋で泣いたんか。でも30まで結婚したいとかいう夢は ありました。 あるでしょ。まだありました。あと2年もあるじゃない。そうなんです。星野亜紀ちゃんも30まで言ってましたよね。言ってましたけど、どんどん伸びてきますよ。次40までで幅を広くする。ほんまやよな。だって父は明石家さんま、母は女優大竹しのぶ。大物芸能人を両親に持つ IMALU の家には、子供の頃から IMALU ちゃん、お兄ちゃんと遊ぼっか。うん。母大竹しのぶとのつながりで、唐沢俊明、堤真一など今をときめく俳優たちが集合。華麗なる宴が催されることも。すごいな、考えたんだ。一方、父さんまの仲間はというと、昔、あるところに、
昔って どんだけ昔やねん。サンマの運転手をしていたジミー大西がいつもシドロモドロに本の読み聞かせをしてくれるというちょっとおかしな日常が繰り返されていた。さらにボス、これ開けて。おサンマは娘イマルにお父さんではなくボスと呼ばせていた。ボス、昨日タモリとキムタクがテレビでね。イマル、呼び捨てはあかんて。さんつけな。タモリさん、キムタクさん。そっか、みんなボスの友達なんだ。自分はボスと呼ばせても芸能人の呼び捨てだけは絶対禁止。それが多くの芸能人とつながりのあるサンマ流の教育方針であった。人気芸人を父に持つ子供たちは時に悲しい出来事にも遭遇。ある日、父サンマとテーマパークに出かけた今る。この日、サンマは珍しく帽子を深々とかぶり、口をタオルで隠し、娘との時間のために完全装備だったが、たまにはこんなもんやな。ちょっと、声が大きいよ。そんなでかないで。お、サンマだ。言わないで。よーん、見つかっちゃった。あの声のため、あっという間に大勢のファンに取り囲まれ、予定が台無しになってしまったことも。さらに、女が反抗期になるのいつかわかるか。ブラジャーつけるときやがな。ちゅうことは娘さんもせやがな、つけてんねん。ちょっとボス、何言ってんのよ。その結果、イマルちゃんもブラつける年になったんだね。いや、乙女心が傷つけられることもしばしばだった。19歳で芸能界デビューを果たしたイマルと同時に父サンマの凄さを改めて思い知ることとなる。サンマのお正月恒例行事といえば、おなじみのメンバーと共に行くオーストラリア旅行。毎年夜深くまで大盛り上がりするのだが、イガル、朝飯行こうや。ボス、もう来てるの？最後まで騒いでいるのに必ず一番早く起きる父サンマ。一緒に暮らしていた娘イマルでさえ未だ父の寝姿を目撃したことがないという。すごいよね。そんな明石家さんま伝説は他にも。この子かわいいな。イマル、どないや。また言ってるよ。若手女優や新人アイドルは常にチェック。ただ普通の親父たちと違うのが、この子最近よく見るなって、ボスが言ってた子じゃん。内田有紀に長澤まさみ、綾瀬はるか、さんまが可愛いと言った子は必ずブレイク。お笑い怪獣明石家さんまの眼力をまざまざと見せつけられるのであった。お部屋探しのナンバーに乗せて奥花子さんが歌ってくれます。はじめまして、奥花子です。どうぞ。お部屋探しますと元村弁護士似てますか？中大会とも言われます。メガネなしだと北斗晶、おでこを出すと柔らちゃん。全然関係ないけれど兄の名は太郎。チーズインチーズインハンバーグ、あったかってレストランがすっと。さんまさんに初めて会った日、緊張しすぎてたまさんと言ってしまった。ショッキングショッキング鍵盤が、たまさんが飛ばしたツバまみれ。Z
そして最後は重鎮富田一郎さんに小林亜生さんの名曲バックとサイゼリアのレコーディングの時と友達のこと2つ続けてどうぞ。バックとサイゼリア、バックとサイゼリア、バックとドア開いてやってきた亜生、録音に立ち会った作詞家亜生、歌取りは緊迫し汗止まらない、パッと亜生見たずっと寝ていた、聞いてもないくせに一発 OK だ。俺とお前と大五郎、会社にサラ金取り立てに来て、お前は女の世話になる、昔の友は今は紐CM カウントダウンリミックスでした。もう一度ご紹介します。野呂ひろこさん、奥原子さん、そしてジュンジュン伊藤一郎さん、そして DJ コレシャー、ありがとう。サンバ明石のプロデンス。